沖縄のね文化を象徴してるような感じの話で、不思議大百科。久しぶりっすわこれやったの。僕も久しぶりに見ましたまあまあ、2回続けてどうも、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。前回はバンドのね、そう、もう時効っていう、もう時効でしょうね。だいぶ迷惑かけましたよ。まあ別にまあまあ、でも宮平さんが悪いというわけではないですからね、別にね。そうですね、体調崩したのは僕じゃないんで、行っただけですから。はい、あれはまあまあ行ったけど関係があるかないかも分かんないですから、ね。でも僕ちょっとね印象的だったのが、その呪物展とか、はい、まあ行ったとかは、はい、まあ林さんも出てて、なんか、はい、林くんがあの呪物がなんかピンと切れんちゃいます、無意識で。無意識で、前回だって田中さんも出てるじゃないですか、別にね。はい、で田中さんの T シャツも着てるんですよ、はい、今。あ、そうですね。そうやのに、いや林さんのってずっと言ってたから、無意識に林側の呪物なんちゃいます、それ。なんか自分がどちらかといえば、そう、もしかしたらそっち寄りですかね、かもしれないですねやとしたら田中さん残念があります。あ、そうなんですか俺の呪物効果ないんかなって逆に受けてほしいんですね、持ち主として。田中さんはずっと受けたいと思ってるんでね、自分自身が。そうそうそう、受けて立証したいみたいなところあるんで、はい、今日はどうします。あ、そうですね、まあ、僕は沖縄出身なので、はい、まあ、結構沖縄の、まあ、怪談というか、うん、そういった不思議な話をすることが多いんですけど、うん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 、下駄さんと初めてお会いした、それこそ2年前の怪談最強戦の大阪の予選の時に、はいはいはい、話した話で、まあ、何度か別のところでも話してはいるんですけど、うん、下駄さんに会う時になんかあの話が面白かったですよって言ってくれた話があって、あの沖縄のマブイにまつわるお話が。マブイね、はい、そうそうそう、あのマブイ、マブイってなって僕その後、はい、で沖縄のマブイ T シャツ売ってるとこあるじゃないですか。ありますね。あそこであの買いました買いました、マブイの T シャツマブイ T シャツ買いました、はいはい、そのマブイのその話と、まあ、それにまつわる、はい、まあ、付随する話というか、あ、ちょっとしようかなと思います。じゃあお願いします。はい、まあ、その、下駄さんにマジ、はじ、はい、下駄さんに聞いてもらってた話なんですけど、今確実にマジって言いましたけど、そこはカットしません。カットしませんか、はいはい、確実に出します。ちょっと気持ちが前に行きすぎますいやいやいやで、はい、あのまずマブイって何ぞやって方、まあ、沖縄県外の方ってちょっとピンとこないと思うんですけど、まあ、沖縄の方言で魂っていう意味なんですよね、うん、はい、で沖縄では例えば何かびっくりした拍子に、うん、マブイが落ちるっていう風に言われるんですよね、うんうん、で、まあ、マブイが落ちたままでは良くないからマブイ組をしなさいって、それを拾う作業をしなさいっていうことを、うん、よく昔から、まあ、生活の中でそういった話をよくするんですよね、うん、だから外国で言ったらブレスユーみたいな、ブレスユー、くしゃみした時になんか魂が抜けるからそれをちゃんと取りなさいって、はい、ブレスユーみたいな感じで、沖縄でもマブイが落ちたらマブイちゃんと拾いなさいよみたいなことがよくあるんですけども、うん、なんかね僕が話聞かせてもらった中で、仲のいい友達なんですけど、今30半ばぐらいの、名前も出していいから、まあ、ゆうきっていう友達がいるんですけど、はいはい、このゆうきがまだね10代後半、まあ、20歳なる手前ぐらいの時に体験した話なんですけども、うん、まあね、小学校、中学校、高校と仲のいい男友達、幼なじみ友達が2人いて、うんうん、まあ、仮に A 君と B 君と してきますけども、まあ、ずっと一緒だったんですけど、まあ、高校卒業して大学とか別々の進路に行くことになってから、前ほどもう連絡取ったりとか会うタイミングがもう結構なくなったらしいんですね、その当時、はい、で、そうですね、大学行き始めて半年ぐらい経った時に親友の B 君から相談されたっていうんですね。で、どうしたのって聞いたら、いや最近この A のやつがなんかちょっと様子がおかしいというか元気がない感じなんだよね、うん、つって、まあ飲みに誘っても出てこないし、うん、電話してもなんかそっけないとかっていうのがあったから、どうしたんか、なんか悩みでもあんのかなみたいな、うん、話聞きたいんだけど全然話してくれないんだよねってことを、まあ、B 君から相談されて、でこの結城も、あ、じゃあ俺も最近連絡取ってないけど、まあ、とりあえず連絡してみてまた3人で会ってご飯食べたりとか飲んだりしようよみたいなことを言ってたらしいんですけど、その相談をされたすぐにその A 君っていうのが亡くなってしまったんですよ。おー、うん、でしかも、まあ、自分で命を絶ってしまったっていうんですね。で、まあ、その亡くなり方もそうなんですけど、まあ、国道沿いの陸橋からまあ飛び降りてしまったっていう、結構まあショッキングな亡くなり方をしてしまったっていうんですね、はい、でこの結城自体ももうちょっと早く気づいてなんか話聞いてあげればよかったなみたいな、結構後悔したとは言ってたんですけど、まあ、それからまた、やっぱりお葬式とかがあって、この亡くなった A 君の家に集まるんですけども、まあ同級生とかもいろいろ集まってて、
まあ、みんなやっぱりすごいショックなんですけど、急に亡くなってしまったからショックなんですけど、まあ、なるべく明るい話をして最後見送ってやろうということになって、うん、まあ、子供の頃の楽しかった話とかを、まあ、同級生友達同士でしてるんですけど、その中で A 君と一緒に住んでたおばあちゃんがいたんですけど、家でちょっと変なことを言い出してたって言うんですね、そのお葬式の席で、うんうん、で聞いたら、いや A がまだお家に帰ってきてないねって言うらしいんですよ、うん、であれ おばあちゃんなんかちょっとショックで、まあまあまあ、そういったふうにちょっとそういうこと言い出したのかなと思って、うん、ったんですけど、聞いてたら結構それが全然そういう感じではなくて、うん、もちろん A 君が亡くなったことはちゃんと理解してはいるんですよ、うんうん、なんですけど、この A の魂がまだお家に帰ってきてないっていうらしいです、うん、だから探しに行かないとあの子が上に上がることできないんだよっておばあちゃんが言うから、うんうん、初めなんかちょっと半信半疑ではあるけども、うん、やっぱり、もう大事な孫が亡くなったおばあちゃんの気持ちもわかるし、うん、自分たちとしてもやっぱり気持ちの整理がつかないから、うん、じゃあおばあちゃん一緒に探しに行こうかってことで、うんうんうん、まあ、友達同士連れて、まあ、近所の例えばよく行ってた公園とかお店とか学校とかそういったところをまあ探して回ったらしいんですけど、おばあちゃんに聞いたらそこにもやっぱいないらしいんですよね。でまあなんとなく心当たりあるところは何軒か回ってみたんだけどもいないって言って、どこにいるんだろうねっつって、本当は行きたくなかったんだけど、この A 君が亡くなった場所、飛び降りた陸橋の下、もしかしたらまたそこに残ってるかもしれないってなって、まあそこに行くんですよ。でおばあちゃんそこいるって聞くんですけど、いやこっちにもいないねって言いますね、うん、あとどこ行ったのかなと思った時に、先ほどの幼馴染のもう一人の B 君が、うん、あちょっと思い当たるとこがあるなって言いますね、うん、何って言ったら、いや実は少し前にこの A 君と俺二人でバイクに乗ってたんだけども、うん、この近くの道でバイクでちょっと転んで事故してしまったって言うんですね、うん、でちょっとそこ行ってみないってことになって、うん、じゃあ行こうって行くんですよ、うん、でおばあちゃんどうここにいるって言ったら、おばあちゃんも探してるんですけど、そこで、あんたこっちにいたかって、おばあちゃんと一緒にお家に帰ろうねってことになって、おばあちゃんそこでの A 君の魂を拾ってお家に持ち帰ることができたって言うんですね。おでこれまあ事故に遭った時のショックでまぶいをそこに置いてきてしまったのかなっていうような話なんですけど、実際それが A 君が亡くなる原因につながったかどうかっていうのは、うんうんうん、まあ確かなことは分かんない、はい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 、けどももう少し早く気づいておけば、うん、もしかしたら A 君が亡くならずに済んだんじゃないかなっていうお話なんですよね。まあまぶいを落とした人がどうなるかっていうようないろんな症状があるんですけど、はい、やっぱり急に人格が変わったかのように、まあ、塞ぎ込んで人に会わなくなってしまったりとか、まあ、ちょっと注意散漫になってもぼーっとして何かがまあ気が抜けたような感じになったりとか、うん、っていうのが結構いろいろ言われていて、はい、まあなんだろうね、全部が全部言えないですけどちょっと鬱というか、うん、そういった塞ぎ込んでなんか精神的にもちょっと変化が出たりするっていうので、うん、なんかまあ全部が全部言えないですけど、うん、もし周りにそういう人がいたらもっと早く気づいて何か原因を探して、うん、まぶいとか拾うことによって救えることがあるんじゃないかなっていう、そういったまぶいにまつわる話ですね。この話ね、僕好きなんですよ。あれだなんか沖縄のね文化を象徴しているような感じの話で、まあだからそのオカルト的な、はい、あの意味でのそのまぶいというのもあるし、普通に文化的に単純にその人が例えば直近で何かショックなことがあったっていうことをみんなで探してそこを解決するって、はい、オカルト関係なく、うん、多分結構救いになると思うんですよ、うん、だそういう意味でもなんかすごい文化やなと思いますね、うん、まぶい。なんかこの話を怪談として話す分にはちょっとね、面白いでしょっていう話にはできないけども、うん、まあ、なかなか悲しい話ではあるけど、ね、なんか興味深い なんか沖縄 その、うん、そういった話だなって、まあ、聞かせてもらった時僕も思った話 で、ね、うん、でまあ、友達の話なんで結構大事に話す話ではあるんですけど、へ、うん、いやなんかあの怖いだけじゃない怪談を聞かせてもらった感じがすごいですね。あ、まあ、若干怖いですけどね若干怖いけど、まあね、怖いというかなんというかもう、うん、うわうわーみたいな感じのね、あのいい意味で嫌な話です、うん、そうそう、いい意味で嫌な話で、このまぶいの話いろいろ探してたら、はい、うんとね、実は沖縄以外でもやっぱあるらしい。鹿児島と か、ね、僕が聞いたのは、はい、東北の方でした。東北、はい、へ、東北確かね、青森とか秋田とかあの辺だと思うんですけども、はい、そこでまぶいって言葉ではないんですけど、まぶ、うん、っていう言葉があるらしいんですね、はいはい、でそれが例えば川が流れていて
って、うん、その三つとのその際のことをマブっていうらしいんですよ。で昔夜道が暗くて間違って落ちる人がいたりしてて、うん、その時にいわゆる沖縄でいうマブイを落としたみたいな症状、うん、ちょっと急に暗くなったりとかなんか塞ぎ込んでしまったりとかあるらしくて、そのことをマブに落ちたねっていうらしいんですよ。へ、なんだろう、マブイとマブってその名詞が指す言葉は違うんだけども、現象としてはなんかそうですね、起こってることがちょっと共通点ある、似てるとか。でしかもその川とあの陸 の, その境目っていうのはなんとなく三途の川的な意味もあるんですよ。なんとなくね、なるほど、何かの境界、あの世とこっちの、そうそうそう、境界みたいな、うん、へえ、そのと飛んでそっちに。四国でも聞きましたよ。四国の、高知県で、高知県ってこの 道路際の、はい、うん、速攻っていうんですか、溝が結構深いらしいんですよ、はい、でやっぱ確かに、でもね、そうかも。で、うん、あの結構地下に普通に川流れてたりするぐらいには、そ う,、ね、そういうとこもありますね。やっぱ高知の人もお酒飲むんで、うん、酔っ払って落ちる人がいるらしいんですよ。で、そこで、俺やろな、そこで落ちた人が翌日からがあの仕事来なくなって、うん、まあ、連絡ついたけどなんかもうよくは分からない状態、うん、で、まあ、たまたまその中に沖縄の人がいたらしい、その飲み会のグループに、はあはあ、であれって沖縄でマブイ落としたんじゃないかなって、はい、はあ、でやっぱ聞いたらそこで溝に落ちたって言うから、はあ、どうしようと思って、沖縄でこういう時に、まあ、本人が来なくても、はあ、そこにあった石とかを持ち帰ってその人に抱いて寝かしたらマブイを拾ったことになるよってことになって、実際に落ちたと言われている溝の方にあった、まあ、石ころですね、はい、拾って帰ってそいつに持たせて、まあ、これ枕とかに抱いて寝なさいみたいなのを言ったら、実際にそれからまたケロッと治ったみたいな。面白い。で言葉自体は何ていうか分かんないんですけど、現象としてはやっぱそこのでも起きているみたいな、ね、あの同じじゃないけど、うん、でもなんか近しいことなんか、あのなんですかね、やり方ちゃうけど目的一緒みたいな、うん、そうですね、なんかそんな感じしますよね、はい、面白だからなんか、ね、そういった文化とかなくても全国でそういったことが起こってるんじゃないかなっていう、はあはあ、うん、まあ、全部が全部それそのせいとは言えないけど、うん、でもそのマブイの話もなんかストンと入りますもんね、なんか、うん、なんかね、うん、別にその宗教の垣根越えてね、うん、それが僕ねすごい気に入っちゃいまして、ありがとうございます。久しぶりにこの話聞きました、ありがとうございます、はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。どうもお別れどころピタタラカとシュウキです。どうも元がそば職人抜けた花尾です。不思議大劇場でっかい一番やって、もうくんな気持ち悪いっていうあれやな。それ大阪の酔っ払ったおっさんやん、ちょっと違ったお一面が見れるかもしれないです。いやコウモリプラーンってなるだけだろ限定のオリジナル商品とあとはスペシャルゲストとかも考えてますので、フジテレビ本社の1階でさせていただきますので、皆さんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ジャージやった